13日月曜日、オールナイトニッポンミュージックテン。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。こんばんは、同じく日本放送アナウンサーの前島香音です。あなたの夜に音楽を、オールナイトニッポンミュージックテン。いつもですと月曜日のこの時間はキャプテン森山良子さんが担当していますけれどもね、今週はお休みになります。その代わりに私増山と前島香音アナウンサーでお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私ね、このミュージックテンはこれまで7回担当させてもらったことがね、実はあるんです。あ、そうなんですね。そう、調べてもらいましたら前回が去年の5月6日だったんですけど、前島アナウンサー初めてですね。はい、初めてでとても緊張してます。今緊張してますか？してます。なんかミュージックテンは初めてだけれども、はい、こう私と一緒に生放送というか、まあ、これはね、録音でお送りしてますけれども、はい、こうやって一緒にっていうのもなかなかないですもんね。もう初めてで、うん、研修の時をちょっと思い出しながら、まあ、なんとなく今日は、はい、こうリラックスして楽しい雰囲気が伝わればいいなと思ってるので、ねはい、遠慮せずどんどん来ちゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ね、番組のサブタイトルが母と娘のオールナイトニッポンミュージックテン。これはね、ちょっと私はちょっと物申したんですけど、姉と妹の姉妹の、そう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 、姉妹の、そうそうそう、姉妹の、姉妹のオールナイトニッポンミュージックテン。ちょっと言わせてる感が強いですけれどもね。まあ、でも確かに私大学生だった娘がいるんでね、はい、まあ、そう思えば致し方ないなと思ってお送りしたいと思います。一応原稿にあるのでお伺いしますが、前島さんのお母さんというのはおいくつなんでしょうか？1970年生まれの、今年で50歳。 Oh no。 だいたいね、だいたいそんなもんですよね。そうですね。そうそうそう、はい、納得してね、母とこのオールナイトミュージックでお送りしていきたいと思いますが、今夜はこれまでいただいたリクエストから10代20代の方からのお便りは前島さんが、はい、で30代以上の方、30代オーバーの方は私がご紹介していくという形でね、お届けしていきたいと思ってます。はい、今日はこれまでにいただいたお便りからご紹介していきます。放送中におメールの募集はしませんので、身に覚えがある方も、まあ、そうでない方もゆっくりお聞きください。はい、お付き合いください。では今夜最初のリクエストご紹介していきましょう。はい、三重県伊勢市からいただいています、ガオちゃんさんですね。増山さん、前島さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもラジコを録音して通勤の時にカーオーディオで聞いていますが、先日自宅でオンタイムで放送を聞きながらあることに気づきました。夜間は比較的受信感度が高いので、受信感度がいいので、オンタイムはいつも日本放送を聞いているんですが、テーブルの上にラジオ2台を置き、片方は 1242kHz の日本放送、もう片方は 1332kHz の地元名古屋の東海ラジオにチューニングして放送を聞いていると、時報のピーンは同時に聞こえるのに、番組は東海ラジオの方がわずかに遅れて聞こえるんです。ラジオの電波はどこでも同じだと思っていましたが、それがどうしたと言われそうなつまらない発見でした。という発見をいただいてます。あ、そうなんですね。遅れるんですね。知らなかったです。ちょっと遅れるんですか？
若干。これはもう当たり前のこと。知らなかった。私も随分と長いことあるの、ラジオのアナウンサーしてますけど、これ新しい発見です。うん、ねえ、それがどうしたじゃないですよ。アナウンサー知らないんだから。ですよね。ね、大きな発見です、うん。教えてくださってありがとうございます。ありがとうございました。でね、またいいんですよ、リクエスト曲が。ラジオとお二人にちなんで、南吉貴さんの憧れのラジオガールをよろしくお願いいたしますということで、かなりお気遣いいただいてますからね、あの丁重にお礼を言ってお届けしました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。では三重県伊勢市58歳の男性ガオちゃんからのリクエストです。南吉貴さん、憧れのラジオガール。三重県伊勢市にお住まい58歳男性ガオちゃんからのリクエストで、南吉貴さん、1980年のナンバーです。憧れのラジオガールでした。この曲は知ってました？最近知りました。最近日本放送にね、入社するとね、はい、いろんなこう古い曲からね、新しい曲からね、はい、流れてますからね、うん、こう知ってからはなぜかこう愛着がというか、こういう憧れのラジオガールって言われる存在になりたいなと思いながら聞いてみました。よかったじゃないですか。でも私の終わり方がああいう感じになるっていうのは、ね、私もちょっとびっくりしちゃいました。ちょっとねドキッとしますよね、はい、さあ日本放送の制作で全国でお聞きの皆さんにお送りしていますウォールナイトニッポンミュージック10。普段ですと月曜日は森山良子さんが担当していますが、今週は私日本放送の増山さやかと、同じく日本放送の前島香音がお送りしています。明日火曜日は鈴木杏樹さん、そして水曜日は週替わりで名取裕子さん、森高千里さん、岸谷香織さん、そして木曜日は渡辺満里奈さん、この6人のね、ミュージック10ファミリーでお送りしています。では続いてのリクエスト参りましょうか、はい、どうぞどうぞ。はい、長崎市高さんから、15歳の学生の方から、男性の方いただきました。どうもありがとう。ありがとうございます。こんばんは。今回僕がリクエストする曲はワンオクロックのウェスティッドナイツです。曲の中に Don't be afraid to dive という歌詞があるので、聞くたびに新しいことを始めようという勇気が湧いてきます。今のこのようなご時世だからこそ聞くべき曲だと僕は思います。流していただけると嬉しいです。15歳ってことは高校1年生か中学3年生か、ね、中学3年生かね。ちなみに増山さん、ワンオクロックご存知ですか？ワンオクロックは知ってますよ。はい、あれですよね、きっとこれキングダムの、あ、そうです、キングダムはね、はい、漫画も読んでますし映画も見てますからね。そうなんですか。わかりますよ、すごい。ただワンオクロックのメンバーが何人かって聞かれるとちょっとわからないかな。あの4人組のバンドでして、4人ボーカルの方のお名前ご存知ですか、うんうんうん、ボーカルの人がどなたかの息子さんですよね。そうなんですよ。タカさんという方なんですが、うん、森進一さんと森雅子さんの、ご長男。はい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 、はいはい、やっぱりこう歌がお上手 で、本当ですよね、お二人のこう DNA を継いでと言いますか、どう間違ってこう遺伝子受け継いだって歌うまくなりますね。歌がうまいそうなんですよ。このメールくださった長崎市の15歳、はい、タカさんもこう同じようにローマ字表記でタカさんと、いや本当だ、書いてください。ローマ字表記なんですね。カタカナで書くとなんかちょっとトンネルズの高さだったりとか、高田俊さんの時代がちょっと今またずれましたけど、ここでちょっと芸人さんの名前浮かんじゃいますよね。まあでも長崎といえば先日の九州豪雨で大変な被害が出ましたよね。高さんのところは大丈夫だったでしょうか、ね、今後もまたこの雨のシーズンってのは続きますからね。そうですね、はい、ちょっと注意しながら過ごしていただけると嬉しいです、うん、はい、では聞いていただきましょう。ワンオクロックでウェスティッドナイツ。お送りしたのは長崎市のタカさんからのリクエスト、増山さんもハマったというキングダムの映画の主題歌でしたね、うん、ワンオクロックでウェスティッドナイツでした。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。
音楽をオールナイトニッポンミュージック10。今夜は増山さゆかと前島かのんがお送りしています。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国でお聞きの皆さんにお送りしていますオールナイトニッポンミュージック10。普段ですと月曜日は森山良子さんが担当ですが、今週は私、日本放送の増山さゆかと同じく日本放送の前島かのんがお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実は今日はですね、日本放送ではスペシャル番組をお届けしていまして、はい、で、日本放送以外でお聞きの皆さんにお届けしているという形になっているんですよね、はい、まあだから私たちね、そのネット局の皆さんにこうお届けする機会っていうのもありますけれども、多分大半の方が私や前島さんのことを知らないかもしれない、はい、と思うので、はい、自己紹介をしなさいと。ああそうで、はい、一応ね、普通に自己紹介してもなんなので、2分以内で自己紹介をしなさいと。しなさい。いや、私は乗り気ではないんですけど2分って意外と長いですもんね。これね、お聞きのあなたもね、なんか時計あったらやってほしいですけど、自分のことをね、うんうん、2分ちょっと測って喋ってみてください結構時間ありますし、うん、あるようなんだけれども、意外とこう中身のあることを話せないような気もするし、うん、結構絶妙にこう難しい時間、うん、そうなのですよね。そうなの、まあ、うだうだ言ってないでやりなさいという指示がどうしますか。じゃあどっちから。まずは増山先輩から私見本を。ちょっと見本かどうかわかんないけど。聞かせていただきたいなと。じゃあいきますか。2分ですね。いいですか。できるかな。はい。じゃあ、用意。スタート。日本放送のアナウンサーの増山さやかと申します。私は前島さんと同じ平成入社です。これ本当ですから。平成。元年入社ですで、年の頃はと言いますとね、番組で時々ご一緒します明石家さんまさんからは半世紀ちゃんというふうにあだ名をつけられました。まあ、それが数年前からなので、半世紀プラスアルファとお考えください。で、現在担当番組なんですけれども、ちょうどね、先週から始まりました新番組です。辛坊治郎ズームそこまで言うかという、まあ、午後のね3時半から夕方5時半までお送りしているニュース番組なんですけれども、大阪方面の方特にねお詳しいと思いますけれども、辛坊治郎さん、歯に衣着せぬ辛坊節毒舌が飛び交う中ですね、まあ、ニュース番組が、始まりました。それから毎週金曜日は朝8時から、こちらもね、若手落語家の中ではチケット取りづらいと言われている春風亭一之助さんと一緒に番組をお届けしています。こちらゆるゆるとやっています。で、プライベートはですね、一応同居人のご紹介をいたしますと、若干太った夫が一人と、今年大学に入学しました娘が一人とその太った夫よりも大きな犬一匹と、まあ、暮らしております。これでね、まだね1分半ぐらいなんですね。でも私の性格なんですが、性格はね、隣の芝生が青く見えない見えないんですよ、あんまり見えない。割と、まあ、マイペースといえばマイペースかな。で、最近はね、今まで全く関心がなかったこう草花とか、こう散歩してる時にこう見かける木々なんかにもちょっと心をときめく年代になりました。増山さやかです。よろしくお願いします。わー、すごくない？すごい、さすがです。出た今ダブルピースされましたけど、わー、なんか1分半のとこでどうしようかなと思っちゃったんですけど、ねわ、今たくさん本当にお聞きしたいことありましたけど、うん、ワンちゃん、ワンちゃん、はい、私ワンちゃんを飼ってるっていうことは知ってたんですけど、うんうん、そんなに大きいんですね。大きいですよ、はい、スタンダードプードルっていう犬種なんですけど、はい、毛が伸びるとねモコモコしちゃって大きさに拍車がかかるっていう感じより旦那さんよりもこう大きい、そうそうそう、で旦那さんよりも可愛い、大切にしてるって感じですねそんな家族、ご家族仲良くて、はい、いやー、なんか本当にちょっと前島さんは言っちゃいますか。ちょっと待ってください、はい、増山さんがちょっとすごすぎて私よく言いますよ、震えてます今どうしような。じゃあ
はい、面接開発始めます。よーいスタート。はい、日本放送2年目のアナウンサー前島かのんです。増山さんと同じく平成 の、 31年にちょうど元号が令和に変わる年に入社いたしました。今年24歳にもうすぐなろうとしています。私の出身はですね、群馬県の中でもとても田舎で、もともと村だったところの出身なので、電車も通っていなくて、周りに田んぼ、まあ、牛とかしかいないような環境で素手でバッタを取って育ちました。現在担当している番組なんですが、木曜日のナイタースタジオと、まあ、金曜日にですね、本当に笑顔が素敵で、もうとても明朗な大橋美穂さんと放送している大橋美穂金曜ブラボーのアシスタントを担当しています。私ラジオが小さい頃からとても大好きでして、小さい頃は前ラジカセをですね、小学校2年生の時に買ってもらって、アンテナを一生懸命伸ばして、で群馬県ちょっと電波が通りにくいところもあるので、部屋中を駆け回ってどこが一番ラジオが聞こえやすいのかっていうのを、まあ、探しているような子供でした。そしてですね、特技は12年間続けた空手です。初段で黒帯、自分の名前が彫ってある帯を持っていまして、で瓦は、まあ、7枚くらい割れますかね。ちなみに得意技は中段回し蹴りで、相手のあばらを砕く勢いで蹴ることが得意です。まあ、音楽、ちょっと音楽と真逆のイメージの特技をご紹介してしまったんですが、音楽はもう全般大好きで、最近は昭和歌謡ハマって、山口百恵さんだったりとか、君は 1000%1986のオメガドライブの君は 1000% がお箱だったりするくらい、まあ、音楽は大好きなので、今日とても楽しみにし、楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。まあまあセーフですね。セーフですか。わあ、緊張しますね。自己紹介、中段回し蹴り、はい、相手の子、まあ、ちょっとあばらくらいですね、めがけて、ちょっと回転をかけながら、足をわーって回してくる。あ、そうです、蹴りますが一番得意でした。すごいですね。結構ね、このね、瓦、はい、を割るみたいなことはね、この日本放送の番組でもね、はい、話題になっててね。そうですね。やったことありますよね。なんか割りましたよね。板をよく各番組で、割らせていただいたりとかですね。はい、頼もしいですよ、前島さんは。物理的に。ちょっとアナウンスも頼もしくなれるように。頼もしいですよ。頑張ろうと思います。まあこんな2人なんですけれどもね、はい、今夜はちょっとミュージックでお送りしてますんで、はい、誰だろうってちょっと聞かないでね、ぜひお付き合いいただければと嬉しいです思っております。はい、はい、じゃあ次は私かな。はい、ね、はい、ご紹介しましょう。岡山県岡山市59歳の男性の祭り寿司さんからのリクエストです。こんばんは、増山さやかさん、前島かのんさん。こんばんは。岡山の RSK 山陽放送で拝聴しています。増山さん、本当に年わからないです。いや、本当にそうなんですよ。私、最初、増山さんに内定者の時お会いしてびっくりしたんです。半世紀ちゃん、多分、昭和のおっさんリスナーは今日の放送楽しみにしていますって、こういう心遣いがね。いや、本当なんですよ。本当にありがたい。今は7月8日の深夜1時で、梅雨前線停滞の大雨で岡山県も大雨警報が発令され激しく降っています。今も九州では不眠不休の救助活動が行われていて、被害の全容解明がまだです。今は人命救助が優先です。眠れぬ夜をラジオを聞いているリスナーも多く、ラジオから流れる言葉はまるで悲しい時に手を握ってくれるような感じがします。そして流れる曲は、時には若い時に初めて背広にこうスーツに袖を通して、これからの社会人に一歩踏み出した時の夢、そして喜怒哀楽を与えてくれます。こんな時にラジオの力を見せて聞かせてほしいですと。前島さんもね、こう番組担当してると分かると思うんですけど、はい、この時期やっぱりそのラジオのね、こう放送が力になりましたって言ってくださる方、確かに増えてるんですよね。そうですね、実際に
こう、まあ、台風だったりとか、うん、今回のように梅雨前線だったりっていう被害があった時に、はい、一番こうラジオって手元にあって、うん、まあ、今の情報ももちろんさっきあのメールにも書いてくださった通り、うんうん、近くにいてくれる感じがするっていうご意見を私も去年いただいたことがあって、うん、あ、すごく嬉しいなというか、今後もこう言ってもらえるようになりたいなってすごく強く思いましたね。なんか物理的にできなくてもね、私たちがなんとなくこう安心感ちょっとでもこうね感じていただけるような放送ができるとね、うん、いいですよね、はい。まあ、あのコロナのね感染の心配もありますから、はい、なかなかこう避難所で集まっていてもね安心できない方も多いと思いますけれどもね、少しでも、この手を握ってくれるような感覚をこれからも私たちお届けしていきたいと思います。はい、ではリクエスト曲です。由紀さおりさん、夜明けのスキャット。岡山県岡山市祭り寿司さん、リクエストどうもありがとうございました。ありがとうございます。由紀さおりさんの1969年の曲なんですね、うん、全然まだね前島さんがね、あ、生まれてない、存在してないね。存在してない。私もあの存在してちょっとだけしか立てないですけど、ね、夜明けのスキャットお送りしました。お知らせに続いては小さな感動日記のコーナーです。あなたの夜に音楽を、オールナイトニッポンミュージックテン。あなたの夜に音楽を、オールナイトニッポンミュージックテン。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国でお聞きの皆さんにお送りしています、オールナイトニッポンミュージックテン。普段は月曜日は森山良子さんがお送りしていますが、今週は母と娘のオールナイトニッポンミュージックテンということで、私日本放送の増山さやかと同じく日本放送の前島香音がお送りしています。さあ続いてなんですけれどもね、ちょっと私たちも頑張って、はい、ちょっとここは心ピシッと入れ替えてオールナイトニッポンミュージック10の共通コーナーに挑戦していきたいと思います。小さな感動日記パート1ということで、まずは、はい、前島香音アナウンサーが紹介します。はい、1ミリ、たった1グラム、それだけでいいんです。一粒の雫のような感動を味わってみませんか。なんかいいなとか嬉しいといった心の小さな動きのスナップショットを素直に綴ってお送りください。オールナイトニッポンミュージック10の共通コーナー、小さな感動日記。まずは東京都にお住まいの20歳の男性、恋するメガネザルさんからの感動日記をご紹介します。2020年6月20日、この日は久しぶりに親友宅でお泊まり会、親友の家族も交えて談笑していると、親友の姪っ子が電車のおもちゃを持って僕のところに、一緒に遊ぼうとやってきた。遊び始めるとめいっ子ちゃんは笑顔で電車をあっちへこっちへと動かしていた。その光景を見て僕は亡くなった祖父と一緒に近くの無人駅へ電車を見に行ったことを思い出した。僕も同じように電車のおもちゃを持って祖父に電車見に行こうと言って、日が暮れる少し前の時間に駅で通り過ぎる電車を肩車をしてもらいながら祖父と見ていた。思い出に浸っていると、めいっ子ちゃんにお兄ちゃんも動かしてよとちょっと怒られちゃった。久しぶりに電車を見に行こうかな。東京都にお住まいの20歳の男性、恋するメガネザルさんからの感動日記に続いて、リクエストにありましたケツメイシでトレインをお送りしました。ね、
どうですか、恋するメガネさんのこうナレーションをね、恋するメガネさんに代わって前島さんがお伝えするっていう感じさせていただきました、うんうん、いやでも本当にこう心がポッとあったかくなるエピソードというか、うん、いいですね。小さい頃に確かにこう遊んだ時の思い出っていうのは、うん、ふとした瞬間に蘇ったりなんとなくね、はい、っていう時にね、何かを見た時とかにね、懐かしくなったりってありますもんね。増山さんもありますか。増山さんは振り返る期間が長いですからね、だんだんね、もう引き出しが錆びついてなかなかガコガコいって開かなくなるんですけどね時折ね、ふとしたことに変なことを思い出したりね、 ありますよ。ありますか、うん、渋い笑いが、はい、いや錆びついてないですよさあ、ということでこの後11時台では増山アナウンサーが感動日記の朗読のお手本を聞かせてくださるそうなので私も楽しみです。どうぞお楽しみに。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国の皆さんにお送りしていますオールナイトニッポンミュージック10。普段ですと月曜日は森山良子さんが担当していますが、今週は母と娘のオールナイトニッポンミュージック10と題して、私日本放送の増山さやかと同じく日本放送の前島香音がお送りしています。はい、改めましてよろしくお願いします。ではここでまたリクエストをご紹介しましょう。長野県の須坂市、16歳学生のパワフルおでんさんからのリクエストです。リクエスト曲はストーンズのナビゲーター、はい、毎日聞いてワクワクしてます。発売まで待ちきれない曲ですとのことでメッセージいただいたんですが、はい、そうなんですよ、ストーンズのセカンドシングル、ね、ストーンズってこれ、はい、シックスで最初につくじゃないですか。あ、はい、これがねやっぱりあのおじさんおばさんにはなかなかうって一瞬で、ね、言っちゃいけないっていうなんかブレーキが一瞬かかるっていうのありますけどね。あのこうメンバーが6人なので、はいはい、こう6人のこう6つの宝石というイメージでこう、うん、シックス宝石つけられたそうですよ。キラキラですね。キラキラですね、うん、ということでこのリクエストでいただいたナビゲーターなんですが、あの発売日までフルサイズでおかけすることはちょっとできないんですよね。ということで、うん、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルスタッフからこうラジオエディット借りてきました、うん、なのでちょっとフルではないんですが、ぜひ楽しみにしてる方多いと思うので聞いてください。ストーンズでナビゲーター。長野県須坂市パワフルおでんさんからのリクエスト、ストーンズの今月22日リリースの新曲ナビゲーターでした。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルでこう聞いてくださって毎日楽しみにされてるんですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。またあのたくさんリクエストがありまして、はい、他にもヘルシートウモロコシさん、それと愛知県のワンピさん、千葉県茂原市の福さん、京都府の愛花金さん、神奈川県の小さい保育士さんからもリクエストいただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、たくさんいただいてますね、はい、セカンドシングルですよ。もう疾走感があって素敵な曲でしたね。続いてなんですけれども、はい、ガラッと変わりますよ、はい、愛知県名古屋市の54歳の女性の方、としちゃん大好き、とももこさんからのリクエストです。はい、明るく元気になれるハッピーな曲です。オリコンミュージックダウンロード1位です。よろしくお願いいたしますというね方なんですけれども、田原俊彦さんはあもちろん、はい、存じ上げております。あ、昭和歌謡にね興味があるって言ってますね。そうなんですよ。何トリオにいた人だ。タノキントリオ。あ、そうですじゃあタは誰だ。え、タえ、タ、ターボー、ターボーじゃないか。ターボーってホーリーブス。違う、ちょっと待って。ホーリーブスはね、さすがにちょっと私もよくわかんないです。はい、ね、タヌキントリオのタは、田原俊彦さんがタで、はい、のが野村義雄さんっていうすごいギターの上手い人で、はい、キーギが近藤正彦さんなんですよ。はい、で、タヌキンなのね。はい、で、私は、まあ、強いて言えば、近藤正彦さんマッチのファンだったかな。あ、そうなんですね。そうあ、じゃあもう、CD というか、
こう買ったり。ごめんなさいね、そのところ CD はね、あったかな、どうかな、どんな図版かな。じゃあ行きましょう、はい、としちゃん大好きとももこさんのリクエスト、田原としこさん、愛は愛で愛だ。名古屋市にお住まいのとしちゃん大好きとももこさんからのリクエストでお送りしました。田原としこさんの8月5日リリースの新曲、こちら76枚目のシングル、愛は愛で愛だ、お送りしました。としちゃんね、59歳なんですって。そうなんです。あ、来年還暦。ねえ。びっくり。リクエストどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本放送の制作で全国の皆さんにお送りしています。オールナイトニッポンミュージック展。今週は母と娘のオールナイトニッポンミュージック展と題して、私、日本放送の増山さやかと、同じく日本放送の前島香音がお送りしています。この後も引き続き、オールナイトニッポンミュージック展でお楽しみください。時刻は11時を過ぎました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています。オールナイトニッポンミュージック展。普段ですと月曜日は森山良子さんが担当ですが、私、日本放送の増山さやかと、同じく日本放送の前島香音がお送りしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。このミュージック展ですけれども、明日火曜日は鈴木杏樹さん、水曜日は週替わりで名取裕子さん、森高千里さん、岸谷香里さん、そして木曜日が渡辺満里奈さん、この6人のねファミリーでお送りしています。水曜日の週替わり、あさって7月15日は7月の3週目にあたりますので、名取裕子さんがお送りします。はい、そして今夜はですね、母と娘、姉と妹の姉妹のオールナイトニッポンミュージック10と題しまして、これまでいただいたリクエストからですね、10代、20代の方のお便りを私、前島が、そして30代以上の方からのお便りを増山アナウンサーが紹介しています。はい、こんな形式でお届けしていますけれどもね、いかがでしょうか。で、今夜はこれまでにいただいたお便りからご紹介しています。放送中にね、はい、まあ訳あってメールの募集いたしませんので、身に覚えのある方もそうでない方もごゆっくり聞いてください。はい、ではリクエストをご紹介しましょう。はい、これはですね、はがきで来てますかね。本当だ。いただきました。ありがとうございます。と、山梨県の笛吹市、23歳会社員の総次郎さんからのリクエストです。こんばんは。日に日に暑くなる今日この頃ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。宣言アラートも解除され、コロナへの緊張感がやや緩みつつありますね。でも油断は禁物ですね。リクエストはポルノグラフィティのバーサス。友人からラジオを聴いてるならこの曲かけてくれと言われました。調べてみると野球アニメの主題歌で、今年の高校野球は中止になってしまいましたが、一試合での開催は野球経験なしの私でも嬉しくなりました。ね、野球の高校野球が中止になった時、はい、前島さんなんかね、スポーツいろいろほら詳しいから、はい、そうなんです。スポーツ科学部という学部の出身で、実際にこう、野球も注目していたんですけど、やっぱりこう高校生、ちょうど3年生ですよね、悔しそうな表情っていうのを見ると、つい胸が痛いと。私はね、野球、ご存知で、私野球詳しくないんですよ、松山はね。だけど、そのね、高校野球だけはね、勝った負けたで本気でこう、感情をあらわにして泣いたりするじゃない、もうあれがやっぱね、ちょっと見ているとね、やっぱりグッとくるものがあって、で、今回流した涙、やっぱり今までの流してる涙とちょっと違う種類の涙なんだなって思うと、いやー、ちょっとやるせないなっていう感じしましたけれどもね。そうですね。一試合でのってことに、なってしまったんですが、
この高校野球にかける思いだったり、そういったものをぜひ、まあ、高校生の皆さんは、これからも絶対に生きることだと思うので、うん、そうですね。はい。ぜひ希望を持って、過ごしていただきたいと。頑張りましょう。ちょっと偉そうなこと言っちゃいましたけど、思います。では、リクエストいただきました曲を聴いていただきましょう。ポルノグラフィティで、バーサス。山梨県笛吹市、総次郎さんからのリクエスト。ポルノグラフィティで、バーサスでした。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お知らせに続いては、小さな感動日記、パート2のコーナー。うん、増山さんがお手本を聞かせてくださいます。どうかな、師匠よろしくお願いします。どうかな。オールナイトニッポンミュージック音楽をオールナイトニッポンミュージック10。今夜は増山さやかと前島香音がお送りしています。ほんの1ミリ、たった1グラム、それだけでいいんです。一粒の雫のような感動を味わってみませんか。なんかいいなとか嬉しいといった心の小さな動きのスナップショットを素直に綴ってお送りください。オールナイトニッポンミュージック10、小さな感動日記パート2。今度は山形県尾花沢市にお住まいの50歳、ラーメン屋さんのチュルチュルさんからの感動日記を私増山がご紹介します。2018年11月10日、私の最後の40代の誕生日。主人はいつもコンビニのケーキを買ってきてくれるくらいで、まあ忘れてないだけでもいいかと格別不満とか言うほどでもなかったんですが、その日は珍しく、なんか欲しいものはないかと聞いてきたのです。ちょっと考えて、たまには甘えてなんか買ってもらおうかなとも思ったのですが、何も思いつかなくて、何もないからいつもと同じでいいよと言って仕事に出かけました。そして夕方に帰って夕食の支度をしようと台所に行くと、なんと換気扇とガス台がきれいに掃除されていました。もしかしてと思い、仕事中の主人に電話したら、私が喜ぶことは何かと考えて考えて、いつもおいしいご飯作ってくれるから掃除してみたとのこと。嬉しくて、なんかプレゼントもらうよりも嬉しいよと素直に言ったら、大したことではないともごもごしてました。あの日の感動といったら大げさですが、忘れられません。その後毎年きれいにしてくれるのかなと期待していましたが、あの日だけでまたコンビニケーキになりました。でも今年の誕生日はよろしくお願いしたいです。山形県尾花沢市にお住まいのチュルチュルさんからの感動日記に続きまして、リクエストにありました中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっとをお送りしました。このチュルチュルさんね、はい、ラーメン屋さんということですから、うん、まあご主人はね、ラーメン屋さんの方でもこう換気扇とかガス台とか結構油汚れ大変みたいなのも ね、そうですよね、お掃除して、でご自宅で奥さんのためにもここまでね、うん、すごいですね。優しいですね。ですね。ま、増山さんどうですか、あの誕生日毎年こう旦那さんに何をプレゼントいただいてるんですか。誕生日はね、はい、うちはの夫が誕生日フェチなので、お フェチフェチとかあるんですか。別に私にだけではなく、はい、まあ、実家のね、自分の両親とか私の両親なんかにも、
私はもうそういうの忘れちゃうんですよ。だけど、夫がちゃんとしっかりね、はい、付け届けしてます。ああ、じゃあ、こう、お祝いすることが。好きなんですかね。今までもらったプレゼントで一番印象的なものって何かありますか？印象的なものは何だろうな。突然朝起きたらこうテーブルにね、はい、プレゼントがあって、別に何も思い当たる節がなかったから何、って言ったら、結婚記念日だったの私が忘れていたとかいうことありましたけど。あでも、そんな感じ。いや、ちょっと、それでも、こう、喧嘩とかにはならず。まあ、なったりならなかったり、ね。あ、ならなかったり。はい。前島さんはね、はい、もう、誕生日が楽しいでしょ、毎年毎年。そうですね、またね、こう、ワクワクは。しますね、ワクワクがねだんだんね微妙になってくるんですよね。これがまたねなんていうね、人それぞれの誕生日ありますけれども、はい、そして、もう朗読もありがとうございました、ね、チュルチュルさんもね素敵な日記どうもありがとうございました。このようにね、あなたの感動の一コマを日記形式で送ってください。日常のちょっとした出来事、目にしたもの、素敵な人や言葉との出会いなどなど、何に感動するかも人それぞれですからね、はい、ちょっとした感動でも OK です。日記ですので、何年何月何日といったように日付を必ず書いて送ってください。はい。そしてその感動にまつわるリクエスト曲があれば、今回のようにぜひ書いてくださいね。リクエストがない場合は番組で選曲します。このコーナーで紹介させていただいた方には、ミュージック10オリジナルの小さな感動日記帳をプレゼントいたしますので、住所と本当のお名前をお忘れなくお書きください。おはがきお便りの方は、郵便番号 100-8439、日本放送オールナイトニッポンミュージック10小さな感動日記の係。メールの方は、10@1242.com、数字で10ですね。10@1242.com までお送りください。お便りとメールお待ちしています。お待ちしています。お知らせに続いてもリクエストにお答えします。キーステーションに全国ネットでお送りしているオールナイトニッポンミュージック10、今夜は日本放送の増山さやかと前島香音がお届けしています。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国でお聞きの皆さんにお送りしていますオールナイトニッポンミュージック10、普段は月曜日は森山良子さん担当です。で、今週は母と娘のオールナイトニッポンミュージック展、私日本放送の増山さやかと同じく日本放送の前島香音がお送りしています、はい、ここでまたリクエストをご紹介しますね、はい、千葉県の浦安市、25歳看護師のあっちゃんさんからのリクエストです。こんばんは。あ、こんばんは、あっちゃんさん。今日は妹が泊まりに来ています。昔から一緒にいますが、25歳になった今の方が仲良くなってるなと思います。妹とさっき結婚式ではこれを家族で踊ってあげるねと約束した曲をリクエストします。二人の幸せな未来が楽しみです。ということで、チェリッシュのテントウムシのサンバ。これは質問なんですけど、はい、25歳ぐらいでもテントウムシのサンバを歌ったりするの？歌うというか結婚式のイメージがすごく強くあるんですよね。結婚式といえば、うん、テントウムシのサンバ、まあ、そうだけど、なんかほら安室奈美恵さんとか西野カナさんみたいなのではなく、チェリッシュでっていうのもあるんだ、はい、あると思います、まあ、結婚式といえば、まあ、木村カエラさんのバタフライもそうですけどね、はいはい、たくさん曲がありますけど、うん、やっぱりこう家族で歌ってとかこう楽しそうな雰囲気ってなるとテントウムシのサンバが一番なんじゃないのかなって個人的には思いますかね、まあ、幅広い年代でね、つつがなくこう、みんな親戚もみんな歌えるっていうのが、あ、なるほどなるほど、なんじゃないかなと思いますね、うん、あ、でもいいですね、妹さんと仲いいっていうのが、ね、うん、増山さんも、私はね弟だけど、はい、あれ前島さん妹さん、あ、私妹ですね、5つ下の妹がいて、うん、あの今ちょうど大学1年生になりたてなんですが、うんうん、確かに昔よりも今の方が仲いいです。
まあ、大人になるとね、そうですね、若い頃はそれなりにねちょっと揉めたりとか、ね、ちょっと喧嘩したりとかありますけど、ね、ではリクエストいただいた曲お聴きいただきましょうか、はい、チェリッシュでテントウムシのサンバ。千葉県浦安市あっちゃんさんからのリクエストでチェリッシュの1973年のナンバーテントウムシのサンバお送りしました。やっぱりこうハッピーになれる曲ですね。うん、気持ちが明るくなりますね。うん、リクエストありがとうございました。ありがとうございました。日本放送をキーステーションに全国ネットでお送りしているオールナイトニッポンミュージック10、今夜は日本放送のドン増山さやかアナウンサーと花弟子の前島香音アナウンサーがお届けしています。日本放送のドンってどうですか。今ねこうねジングルって言って音楽流れますけど。そうですね。ドン。ドン。ちょっと言うときに戸惑ってしまいました。マナ弟子っていうのも。いやでも私気分はマナ弟子です。じゃ あのドンとマナ弟子で。よろしくお願いします。ドンとマナ弟子でお送りしております。あなたの夜に音楽を日本放送の制作で全国でお聞きの皆さんにお送りしているオールナイトニッポンミュージック10。まあ普段はね月曜日は森山良子さんが担当しています。で今週は母と娘、はい、まあドンとマナ弟子のオールナイトニッポンミュージック10ということで日本放送の増山さやかと、はい、同じく日本放送の、増山さんの弟子の真島香音がお送りしています、うん、どうでしょう、どうですか師匠。いいんじゃないですか。いいですか。なかなかもうここまで OK。 ありがとうございます。嬉しいお言葉をいただきました、ね、でもまずはお聞きになってる方が OK くれるかなっていうのはね、はい、ちょっとね、そうですね、私たちのことをね、はい、うん、どうね、でもこの時間まで聞いてくれてるんだったらもしかしたら大丈夫かもしれない。大丈夫ですかね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ今夜なんですがこれまでいただいたリクエストから10代20代の方からのお便りを私前島が、そして30代以上の方からのお便りを増山さんがご紹介しています、はい、またちょっと私からリクエストをご紹介します、はい、します。北海道帯広市14歳、あ、中学2年生か3年生くらいですかね。ありがとうございます。ポコポコさんからのリクエストです、こんばんは。こんばんは。こんばんは。6月から通常登校が再開して1ヶ月経ちます。あ、そうですよね。始まった時はこれがずっと続くと思うとゾッとしていましたが、意外といけるもんですね。これからどんどん暑くなって夏休みも午前登校なので大変なのはこれからかもしれません。リクエストする曲は多摩のパルテノン銀座通りです。お願いします。1997年の曲。はい。うんうんうん、あ、すごい渋い。なるほど。まあ、なかなかこう自粛を経ての通常登校っていうのは、うん、もう学年も変わってますしね。そう、うちの娘もね、大学入学したんですけど、まだ一日もね、はい、学校に行ってないんですよ。あ、そうなんですか。オンラインでちょこちょこ授業してるだけで。で、今週あたりから、はい、まあ、ぼちぼちちょっとずつ学校に行くようになってるっていうところなんですね。あ、そうなんですね。うん、まあ、入学式もじゃあしなかった。もちろん卒業式も入学式もなく、だからクラスメートとは、はい、オンラインで多少顔は見てたりはするけれども、うんうん、まだ会ったりもしていないし。わー、ね、ちょっとなかなかないですけどね、うんうん、まだもうちょっと環境の変化で、まあ、疲れてしまうことも多いと思うんですが、ねうんうん、音楽を聴きながらとか、まあ、無理せずに、うん、そうそう、暑くなりますからね、これからお過ごしください。ではリクエストいただいた曲を流します。多摩でパルテノン銀座通り。北海道帯広市ポコポコさんからのリクエスト、多摩の1997年のナンバーパルテノン銀座通りでした。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。ポコポコさん、この後も勉強頑張ってください。さあ、早速続いてのリクエストです。カリンケイさん、男性の方、会社員の方、広島からいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきほら、私がね、娘が大学入学したんだけれども、うん、学校に通えてないっていうね、そうですよね。お話ししたら似たようなね、エピソード送ってくれました。増山さやかさん、前島香音さん、こんばんは。
こんばんは。広島在住ですが、自粛生活を続ける中で、気がつけば朝から深夜までラジコのエリアフリーで日本放送を聞くようになり、自然とお二人の声を聞く機会も増えましたと。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。母と娘のオールナイトニッポンミュージックテントのことで、大学2年生の長女と小学6年生の長男を持つ父は、リクエストをしてもいいものかと一瞬迷いましたが、長女は世田谷区で慣れない一人暮らしをしており、神さんはそんな長女を心配して毎日のように長女と LINE でやり取りをしています。なので、夫婦枠ということで許してくださいと。どうぞどうぞ。もちろんです。で、この娘さんね、はい、今はリモート講義なので、大学の友達とも会えず、寂しい毎日を送っているみたいです。そんな長女を少しでも元気づけられるように、この曲を東京から遠く離れた広島から父ですがリクエストさせていただきますということなんでね、お届けいたしましょう。TOKIO のアンビシャスジャパン。広島市のカリンケイさん、リクエストどうもありがとうございました。ありがとうございました。TOKIO でアンビシャスジャパンでした。では続いてのリクエスト参りましょう。はい、奈良県奈良市14歳。男子中学生のゆうちゃんさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕がリクエストしてほしい曲は、乃木坂46の I, C です。この曲は、乃木坂の4期生が歌っている曲です。この曲を聴くと、陽気で楽しくなります。ぜひ、この曲を流してください。よろしくお願いします。ということで、幸せの保護色という、白石麻衣さんの卒業シングル、だった曲のカップリングナンバー。なるほど。はい、です。では、お聴きいただきましょう。乃木坂46で IC。奈良県奈良市14歳男子中学生ゆうちゃんからのリクエスト。乃木坂 46IC でした。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。ここで北陸放送をお聴きの皆さんとはお別れになります。その他の放送局でお聴きの方はもうしばらくお付き合いください。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国でお聴きの皆さんにお送りしています、オールナイトニッポンミュージックテン。普段は月曜日森山良子さん担当ですが、今週は母と娘のオールナイトニッポンミュージックテン、私日本放送の増山さやかと同じく日本放送の前島香音がお送りしています。前島さん、いよいよ、はい、最後のリクエストですよ。ああ、もうですか。ねえ。あっという間でした。ね、ご紹介していきましょう。はい、愛知県豊橋市のひよことことこさんのリクエストです。解雇するでなく、今まで私に尽力してくださった方たちへ感謝して邁進するもの。今というこの時間は皆さんからの贈り物。80年代この歌は私に力をくれます。ということなんですが、私これ読んでね、はい、ああそうだよな、いろんな人に助けられて生きてるんだなって、なんかねちょっと改めて思っちゃいまして、増山さんでも、増山さんでもって言うとちょっとあれなんですけど、ああ、いや私はむしろ今増山さんはじめ、たくさんの先輩方に助けていただいてるので、本当に感謝の気持ちを、なんかね深いですよね、この2行のメッセージね、そうですね。じゃあそんな、このひよことことこさんが80年代力をもらったという曲をお送りしましょう。1981年、ダリル・フォール&ジョン・ウォーツでプライベート・アイズ。愛知県豊橋市のひよことことこさんからのリクエスト、ダリルホール&ジョン・ウォーズでプライベートアイズでした。リクエストありがとうございました。あなたの夜に音楽を、日本放送の制作で全国でお聴きの皆さんにお送りしてまいりました、オールナイトニッポンミュージックテン。月曜日はね、森山良子さんがいつも素敵にお送りしているんですけれども、はい、今回は母と娘のオールナイトニッポンミュージックテン、私日本放送の増山さやかと、はい、同じく日本放送の前島香音がお送りしました。前島さんはね初めてのこのミュージックテンでしたけれども、はい、
いかがでしたか。いやもう最初から最後まで緊張はしていたんですが、うん、こうやって増山さんと2人で番組をするの初めてだったので、はいね、とっても嬉しかったです。嬉しかったです、はい、私も嬉しかったです。本当ですか。でこれに続いてお聞きの皆さんが嬉しかったです、はい、楽しかったですってなんかこう言ってくれるとね、あもう本当に嬉しいですね。嬉しいですよね。パワーになりますもんね。本当ですよね、うんうんうん、まあ、またこんなチャンスがあったらね、あぜひ師匠お願いします。お送りして師匠というかこうドンと言いますか、頑張りますとしていられるようによろしくお願いします。で本当にたくさんのリクエスト私たちのためにもね、いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。せっかく送っていただいたのにねお答えできなかったって大勢の皆さんいらっしゃいますね。本当ごめんなさい。で今日放送中はねメールを募集しませんでしたが、はい、もしよかったらあの懸命にねずうずうしいですけれども増山前島への感想なんか書いて温かいメッセージご指導などいただけたら嬉しいです。ちょっと反省会しちゃおうかななんて思いますので、はい、メールアドレスこちらまで、はい、10@1242.com 数字で10@1242.com までお送りください。そして明日火曜日は鈴木杏樹さんが担当されます、はい、来週20日からはいつものようにキャプテン森山良子さんがお送りしますのでねどうぞお楽しみに、はい、この時間の相手は日本放送の増山さやかと同じく日本放送の前島香音でした。どうもありがとうございました。